国鉄滝11350経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は生石灰専用の31トン石炭車として1981年5月27日に重量が川崎重工業にて製作された。 1983年11月24日から1984年3月30日にかけて、多機11,500系、貨車20両の専用種別が、セメントから生石灰に変更され、日本車両製造にて改造の上本形式に変入された。以上合計30両が落成した。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知史、小滝と表記する。 化星品分類番号94が表記された。本形式の他に生石灰を専用種別とする形式には国鉄貨車、私有発破車には存在したが私有タンク車では本形式が唯一の存在であった。所有者は日本カーバイド工業の一社のみであり、その常備駅は北陸本線のウ津ーズ駅であった。タンク体は対抗性高張力構成であり、 二役方式は圧送式併用のエアスライドである。前期の多機11500型からの改造車のその改造内容は二役装置改造、ブレーキ倍率変更、安全弁取り替えであった。車体色は黒色、寸法関係は申請者と多機11500型からの改造車とでは違いがありここでは申請者について記す。全長は 1800mm。 全幅は 2700mm、全高は 3644mm、台車中心間距離は 6700mm、自用積は34.4立方メートル、自重は14.1トン、換算量数は、積車4.5、空車1.4であり、台車は、コロ軸受け、コイルバネ式の TR213C である。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1992年4月に最後まで在籍した重量が廃車となり、同時に形式消滅となった。落成後11年と、短命な車両であった。ありがとうございます。